今この僕らはひどいパンデミックの状態の中にいるわけですけども、やっぱこのパンデミックも地球温暖化が非常に進んできて、今まで人間の世界に入ってこなかったようなウイルスがどんどん入ってきてるんですね。で、今の CV19 っていうの以外にも、もう何百種類ものウイルスがもう実はもう周りで待ってるっていうふうな医者もいるし、やっぱり僕らが地球環境をどんどん壊してきた結果がこういうパンデミックになってると思うんですね。で、やっぱりそれに対して僕らは、やっぱり本当に地球環境を壊すのは僕らの命に関わる、自分の命に関わるってことを今まで考えてなかった。で、地球が周りが暖かくなっても空調して自分の部屋だけ冷やせばいいっていう、すごくエゴイスティックな考え方を持っていたと思っていて、やっぱ僕らはこれから考え方を完全に変えるべきだと思いますね。やっぱそういう僕らが考え方を変えるすごいチャンスが来たっていうふうに逆に思いたいですね。やっぱりこれの、今のパンデミックをきっかけにして、僕はある意味人間のこういう歴史はもう一回新しい折り返し点、やっぱりこれはすごいターニングポイントだと思いますね。そうですね。このパンデミックのあと、僕自身もやっぱり自分の建築のスタイルをもっとこう自然に優しいものに変えたいっていうふうに思ってるんですね。それから今回特に思ったのは、やっぱり人間が生活する道とか、それから公園とか、そういうところがこれからすごく重要になってくると思いました。それは今までの建築の中だけ良ければいいっていう考えではなくて、やっぱりこれから人間はもっと自分で自然の中を歩くようになる。そうすると歩く場所、それは歩く場所がほとんど街の中になくて、もう自動車の場所しかない。もっと我々は歩く場所とか、人間が外で気持ちよく休める場所、そういうのを大事にデザインしなきゃいけないなっていうふうに今回強く思いました。